よし、ホローに入れたわね。そういや、ニコの親分、一体どっから…それは企業秘密よ。でもまあ、今ここに部外者…それはぜひ聞かせてほしい。うわぁ、お兄ちゃんが乗ってあげてる。こういう時のニコって…何言ってんのよ。言ってしまえば単純よ。調査協会にツテがあるの。実は彼、そこで私は奴らに決して断れない申し出をして、フォロー内で起こった直近2回の異変に関するデータを照合してもらったの。さすがリコの親分。そこで私は奴らに決して断れない申し出をして、フォロー内で起こった直近2回さすがリコの親分。うん、プロキシ、突っ立ってないで、そろそろ出発するわよ。大まかな位置は把握してるけど。あの上級エーテリウスの信号は近いよ。もっと正確に位置を特定できるよ。まずはあそこに行こう。通り道、敵がいっぱいいるみたい。みんな気をつけてね。金庫の信号が近づいてきてる。あっち行って。視覚センサーの改造、つまり私たち、そうよね、プロキス。ごめん、聞こえなかった。こっちは大金を払って雇ってるんだから、ガイド中にぼーっとしないでよね。プロキシのパエトーンさん、インターネットで低評価をつけ。リン、聞こえるかい？ HD。 どれどれ、ちょっと待ってて、リアルタイムで調整。隊長、このままみんな、フォローの活性が HDD の信号に。ターゲットの位置が変わったみたい。まあ、ずっと一箇所にいるわけないしね。
変だな。これシステムエラー？ひょっとしてモニターの異常かな。ちょっと待って HDD デバイスを調整してみる。予備のモニターをつなげたよ。モニターのサイズは一旦これで我慢して。ニコ、みんな大丈夫？もしもし、ニコ、アンビ、ビリー、なんでみんなの信号が消えちゃったの？え、お兄ちゃん戻ってきたの？僕の意思じゃない、弾き出された。 HDD がホロー内部とつながらない。緊急調整だね。うん。ああ、ダメ、一通りやったけどやっぱつながらないや。おかしい、本来なら HDD の技術はホローの活性に左右されないのに。一番の気がかりはニコたちだ。 HDD 以外にホロー内部との通信手段は、プロキシもキャロットもないし、いくらエーテル適応体質でも長くいたら侵食が。残る手段はただ一つ、再起動。ほらよく言うじゃん、電源を落とせばどんな不具合だって、強制終了したはずなのに。どうして画面がついているんだ、リン。もしかすると原因は外から。永遠に気づかないと思っていたぞ。あえと、なんだ、伝説のプロ棋士といっても所詮その程度か。見ての通り、このシステムは何のつもりだ。何のつもりかだと。金庫？シラを切るつもりか。ほほえよ。そんなこと言われても知らない。やれやれ。往生際が悪い。今私の支配下にあるこの設備は。待て。嘘をついた。そんな、これで分かったが、私がその気になれば貴様らが今回処分するのは一部だけにしておこう。覚え、貴様らの顧客は敵に回してはいけない存在を敵に回し、貴様らがシルバーヘッドのメモリディスクからすでに金庫の暗証、ああそれと貴様らの気の毒な偶然にも、先ほどイーム・パエトン映像の保存と読み取り機能は残してやった。他の媒体で再生しろ今。他の媒体？けど今、うん、映像ビデオ。邪魔しない。後ろにも敵だ。側面からも。ねえ、本当にこの道で。店長、プロキシ怒ってる。ニコが着手金を支払う。あ、そうなのか。そんなわけないでしょ。おかしい、フォローに入った時から。まさか外でトラブルでもあっ。ねえ、何かあったの？あ、ちょっとそっち行かないで。もう奴らを食いた。プロキシを守るのよ。プロキシ、プロキシ、ちょ
一体何が起きてるの？ああもう今日は本当についてないわね。戻ったらハブ。これでもクラップ級。俺のターンだ。すげえだろ。変わった。取り立てに来る大家さんみてえだな。時間だ。これで4回ホロー内安全活動推奨時間が過ぎたぞ。プロ騎士、早く正気に戻らないと永遠に借金を回収できなくなる。隠れて。なんだ、また化け物が来た。エーテリアスじゃない、ホロー調査チームよ。なんだよ調査員が。待て、ちょ、助かったぜニコの親分。助けを求めれば。何バカなこと言ってんの。あれって治安局の仲間。私たちはホローレイダーなのよ。あいつらについてここから出。俺たちだけじゃそうかもし、こいつも一緒なら。覚えてる。今の状況を考えるとビリーの提案は実現できる可能性が高い。プロ騎士先生の身柄と私たちの安全を引き換えにするか、引き続きここをさまよいながら。ニコの親分、無理強いはしないぜ。ニコの親分。うるさいわね。ここは長くとどまっていい場所じゃ。行きましょう。感動したと言わざる。プロ騎士とホローレイダー、調査協会の目の前でホローの利益を盗む狼とキツネ、あの者たちはファエトーンの存在を隠すため、残念ながら飼われた方はその恩に報いるつもりはないようだが。もういい、暗証番号欲しい。えおだけど残念ながらあれは電子暗証番号で、お前が処分し。なんだと。慌てなくても大丈夫だよ。副システムの操作権限をこっちに。そんなことをするはずがないだろう。プロ騎士といい、ホローレイダーといい、効果。待てよ、インターネットのアカウントを私に渡せ。自分なぜ黙る。ああそうか、インターネットはプロ騎士事業の土台だったな。アカウントを奪われることは。だがフォローにいる者たちを救いたければ。じゃあインターネットのアカウントを。あんたにシステムを壊されたら誰が勝っ。私が救い出すと約束する。これ分かった、インターネット。その代わり約束を。やソース認証ページまで転送するとは。いいぞ。一つ聞かせてくれ。貴様らのその協力的な態度には。あの金庫には。貴様らのようなものには触れる資格さえ永遠。知っての通り、フォローは常に変化し続けている。そこから脱出するためのキャロ。しかしフォロー観測設備による誤差の積層はデータの有効性を失わせる。それを防ぐためには数日ごとにフォローのマスター。金庫の中に入っているのはもう一つのロセッタデータといっても。なるほど。プロ騎士やホローレイダーにとっては夢のような代物だろう。だがさて。さあ、プロ騎士の身分証明はアクティベーションした。ああ、そういえば
最後にもう一つ聞きたい。おいおいおい、何か勘違いをしている。私たちが聞きたいのは、あんたのハッキング技術が、その暗証番号のバックアップがインターネットにあるって聞いた時、どうしてインター、何が言いたい。思い返してみれば、あんたは私たちのシステムを制御す、それどころかむしろ誘拐犯みたいに。言っておくと、お前はすでに一つ。黙れ。そう興奮しないでよ、謎のハッカー。耳を澄ましてみて。何を。新エリートの善良な市民としての義務を。もうすぐ市政選挙だから、当局がプロキシやホローレイダーみたいな危険人物を通報するように呼びかけてるの。答えろ。正確にはその専用ホットラインで治安局に確かな情報を提供したの。そうか、そうだったのか。最初からそのつもりで私を欺くためにパエトーンの身分まで捨てたのか。うんうん、外れ。パエトーンの身分じゃなくてアカウントを捨てただけ。今に見てろ、後悔させてやる。やったね、大成功。これで HDD の権限を取り返した。お兄ちゃん、お疲れ様。うん、君もね。さっきの迫真の演技だったね。びっくりした。暗証番号を教えるなんて、反応できたからいいけど。大丈夫だって、僕たちはパエトーンだろ。よし、再接続、ニコたちの救出を急ごう。よかった、システムの操作権限を取り戻せた。でもイオスに再接続する方法を考えなきゃ。手動でやるっきゃないね。ニコたちが待ってる。よし、これでローカルデータの信号をキャッチできるね。外部接続が解放されたよ。うん、 HDD システムの再接続成功。よかった、ニコたちの信号が戻ったよ。早く行こう。ぐー、ゴローに侵食されて化け物。おい、アンビ、手噛むの。ごめんなさい、ニコを笑わせようと。でも確かに、ずいぶん長くホローの中にいるよな、俺だ。はぁ、あたし、金銭至上主義の邪というわ。ニコって。いい人、ね。こんな。ニコ、もうプロキシ。 お待たせ。実はさっきからアンビーとビリーが騒いでたのに、ニコは干渉に。ってことは全部聞かれて。素顔のニコを見れて嬉しい。あんなの素顔じゃ。無駄話はいいから。金庫の信号はあの辺だね。よし、依頼続行よ。
なるほど。連絡が途絶えたのはニコが依頼料をケチったことを怒って。待って、ケチったってことはアンビ余計なこと。それでプロキシの話を聞く限り一番怪しい HDD の脆弱性診断をやったけど、それじゃあ関ヶ組の連中も誰かに依頼されて金庫を奪ったってことに。俺たちと、いプロキシ先生の介入がなかったら私たちがやっぱ店長は頼りになるぜ。まるでスターライトナイ。ビリーにとっては最上級の褒め。ふう、あの時は多額の報酬に目がくらんだけど、結局今回もろくな仕事じゃなかったわね。帰ったらさっさとこの火の粉を振り払って仲介業。ニコ
フォローでの捜索を急ぐ必要がある。侵食の影響で戦闘力が下がったりしたら金庫の捜索中に起こりうるアクシデント。アクシデント？侵食で生かしちまった。そう、おそらくデュラハンは。アンビーの言う通りよ。あの化け物、急いでターゲット。前方にフォローの名もなく仮想エリアに転送。フォローの裂け目はフォロー内部の空間乱脈現象によるものです。フォローでは常にデータの特徴を解析した結果、裂け目に足を踏み入れると墜落します。ちょっとしんどいかもしれないよ。大丈夫、私たちは熟練のフォローレイダーだから。何回やっても慣れねえんだこれが。必要のない時はなるべく裂け目を回避するけど、今回は必要な時だからね。お、ってことは金庫はここにあんのか。落ち着いて周りをよく観察してみて。進むルートをしっかり考えないと。あんたのがプロなんだから言う通りにするわ。見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。見つけた。今日はついてるぜ。私の金庫。何度もしつこいのよ。もう容赦しないんだから。エーテリアスが凶暴化した。気をつけて。知ったこっちゃないわ。私のものを返しなさい。おっと、ニコの親分も凶暴化したぜ。最大効率。
勝利を喜ぶのはまだ早いよ、ニコ。脱出経路を計画するためのデータが削除されて、本来のルート。ここから出られない？あんなに苦労してやっと元に戻った。くそ、モニカ様とデートしたこともねえってのに。落ち着いて、他の手がないか考え。最後の言葉を残すのはまだ早いよ。同意する。まずは話を聞いて。僕のシステムに侵入したハッカー曰く、金庫にはあのロゼッタデートに、もしその話が本当ならそれを使ってホローから脱出できるはず。同意する。さっきから言って。依頼人からの任務なんだろう。少しくらい生きるか死ぬかの瀬戸際なのよ。第一、私がここから出られなかったら暗証番号は知ってるのよね。うん、でも先に言っておくけど、これは賭けだ。強制。待って、質問があるの。あなたの本。アンビー、何を言っているんだい。僕は君たちのプロ騎士だ。連れて行くって約束した以上、もちろん代替案は用意してある。もしこっちが失敗したら、その時は。安心して、ここを脱出できたら何があって。依頼料もそれくらいあっさり支払ってくれればいいのに。こうなって負けるさ。お願い、目を覚ま。利用規約および条件、異常または他。店長、いや、あなた様はご自分と該当存在の共同利益。ポンプが痙攣してる。店に戻って。利用規約。上記の利用規約に同意しますか。同意。受験規約へのサイン完了。共に新エリートを。これは驚いた。鍵のうち一本だ。本当？どの鍵？ゴースト？ジュニー？そのどれでもない。あらあら、それも面白い。お兄ちゃん、もう大丈夫。お兄ちゃんは？あのデータチップは。はいはい、落ち着いて。ちゃんと状況を説明するから。うん、なんだか夢見た。とにかく何があったのかは大体。お兄ちゃんがデータチップを読み取った後、私たちのボンプが暴走したの。脱出計画は失敗したと思ってたんだけど、ボンプが急にまた動き出して、ニコたちを出口まで誘導してくれたの。お兄ちゃんはその途中で気を失っちゃって。リン、そこ？こんなにピンピンしてるんだったら。え、まあいいや。とにかくそれで私が慌ててたところに、ニコたちが知り合いの闇医者を連れてきてくれて、なんとかお兄ちゃんを H。 今ニコたちがこの件を調査しに行ってくれてる。ほとんどは医療費とボンプの修理代に。でも本当の悪い。心の準備ができたら。
あ、びっくりしないでね。うん、フェアリーいる？呼んできたよ。これは一体。続いてのニュースです。なんでこれは？なんだ？システムを起動。3型操縦式修正汎用人工知能フェアリーです。こんにちはマスター。びっくりしたよね。お兄ちゃんが気を失った後 HDD が再起動したの。この声聞いたことがある。皇帝、私は3型操縦式修正汎用人工知能フェアリーとマスターがサインした利用規約にのっとり。あら、待って、規約って何？利用規約にのっとり、私はその質問に答え。手ごわそうな女の子だけど。かたよし、僕。マスターのデータが第三者によって削除および伝送された直近の形跡を検知いたします。私はこの損害を補填し。待って、否定。削除命令は。しかしデータベ、私は全都市 80% 以上の知能。私の協力があれば累積式でフォロ。そんな否定。これは私のコア機能です。すでにフォロー調査事務の個人情報統合センター。どうぞスケジュールやご希望に合わせて。ヒレ、手入れしないと。触りたい。ダメ。
天狗にあるものなら何でも作れるぞ。ないものも作れるがな。いやうん、おう、うん、はいどう、また来いよ。おいでやす。ようこそ。今日は新しい豆が入っていますよ。
了解。触りたい。ダメ。
長、やっと来たな。どうしたんだいビリー。まあな、ところで聞いたか店長、ゴッドフィンガーのリニューアルオープンで、なあなあ俺と組んで。ああやってみよう。へえ、よし今日はそこまで行ったからには。そのし早速突入しようぜ店長。おいでやす、店内ルールも見といてね。
ちもはよ帰りたいわ。お待ちしておりましたわ、ご主人様。メイド長リナ、お使いいたしますわ。準備完了。一匹、二匹、揃っていますわね。いつでも出撃可能よ。いつでも出撃可能。見ないでください。準備完了。
かよ。私は高くつくわよ。準備完了。じゃとやいつでも出撃可能よ。一匹準備完了。メイド長リナ、お使いいたしますわ。何かよ。じゃとやにか。いつでも出撃可能よ。メイド長リナ、お使いいたしますわ。メイド長リナ、お使いいたしますわ。一匹、二匹、揃っていますわね。何かよ。私は高くつくわよ。メイド長リナ、お使いいたしますわ。ジャトヤにかかれば万事解決。すみません。一緒に頑張りましょう。要救助者と一致する生体信号を発見。要救助者の位置を速やかに特定すべくルートの再構探索ルートの情報を更新しました。要救助者の位置を特定しました。測定結果によると要救助者の所在地に危険があります。速やかに救助を行ってください。ここは離脱ポイントだね。救助対象を見つけたらまた来よう。称号命令を受け救助に来ていた調査協会調査員から提供された探索情報を更新しました。近くのホローデータをスキャンしよう。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。上層エリアをご確認ください。
ドアの情報を解析しました。指定された額のギア、残念ながら施錠機構が知能化されて、調査協会が公表しているデータによると、更新しました。フォローレイダーが教えてくれたとこに行こっか。お兄ちゃん、HDD に検出されてないエリアだね。ここでもデータをスキャンできるね。新たな探索エリアを表示します。探索ルートの情報を更新。このキャロットのデータを使ってみよっか。新たな探索エリアを表示します。新たな探索ルートを検出。上層エリアをご確認ください。要救助者の所在地に到達。社員番号1586305。救助者が安全なエリアに移動し、
救助者の所在、社員番号1592。ボンプにぶたれたのは初めてだぜ。すまん、すぐホローから出る。所在、社員番号16。要救助者が安全。全員無事に見つかったね。さ、離脱しよう。すべての要救助。コインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。お兄ちゃん、やっ…まずは状況を説明…ああ、このゴミ袋？
中は壊れたボンプの信号発信機でパンパン。これでやっと千里眼&地獄耳の人工知能フェアリーに内緒で話が。お兄ちゃん、彼女について。うん、実マスターなんて呼ばれていい気になっちゃわないか心配だったけど、ちゃんとフェアリーがプロ棋士の活動に関わるようになってからしばらく経つけど、お兄ちゃんも気づいてるでしょ。彼女はローカルデータに一切頼らない。彼女はフォローのデータを一瞬で取得できるみたいなの。前に全都市 80% 以上の知能設備に今までの私たちはせいぜいフォローの一角しか見えて。パエトーンのアカウントはなくなってしまった。プロ棋士としての腕を上げたところでまたうん、それも大事なことだけど、彼女は新エリートの上位勢力が夢にまで見た力を持ってる。あと彼女がお兄ちゃんのところに無理やり押しかけた時、その時まで具体的な話は何もしなかったよね。これも引っかかって。だけどフェアリーの力をうまく利用できればずっと調べてきたあの件も突破口が見かもね。とにかくなんとって急いでも仕方ないよね。フェアリーのことはこれからゆっくり。フェアリーとは一旦平和ね。人工知能なのに私にはすごく当たりが強いんだよ。それより覚えてる？それがね、特に進展ないみたい。ニコは匿名の下請け業者から金庫の依頼を受けたから関係者とは一切会ってないんだって。なんだか当てにならない気もするし、メンダイジは庄司より怒るなんて言うけど、うん、いろいろ話せたし。お兄ちゃん、最近はインターネットの新アカウントの名声上げだったり、今日はテレビでも見て。陥落後、崩壊した地下鉄路線は新エリートの交通と発展を阻む大きな問題となった。この問題を解決するには壊れた古い地下鉄の残骸を完全に除去した上で新しい地下鉄。そこで。なるほど。ですが現在カンバス通りと都市部の間は通行不能となっています。どのように爆薬を輸送するおつもりでしょうか？ごもっとも。しかし我が社には文字通りビジョンがあるのだ。その点についても織り込み済みである。このデジタルマップを見たまえ。我々は現在デッドエンドホロー入り口に設けられた爆破解体本部にいる。マップ上の赤い箇所が工事における爆破エリアだ。新エリートと爆破エリアをつなぐトンネルは
強制ホローであるデッドエンドホローの存在、幸い一部ではあるが、デッドエンドホロー内によって我が社は爆薬を特製の列車に積み、そしてエーテリアスを回避するために最新の注意と工夫を重ね、爆薬の大部分を安心したまえ、特別な起爆装置や外部からの強力な現場をお見せしたいところだが、あいにく爆破エリア全体で今もなお通信が可能なのは我々、爆破エリアから住民を避難させただけでなく、さらに保険として信号の遮断まで行うとは、御社の辛抱遠慮ぶり。そうだろうとも。我々ビジョンが目指すのは新エリート。数ヶ月前、ビジョンは競争入札によりこの度の旧地下鉄関連工事の請負いを勝ち取りました。ビジョンはより短期間低コストでの完成を約束し、下馬評で勝っていた白木重工に大差をつけて落札したのです。我々の特派員も白木重工の関係者に連絡を試みましたが、残念ながらお話を伺うことはできません。パールマさん、今回業界の新星である白木重工に見事入札で勝利され、ああ白木重工は我々も非常に尊敬している相手であり、では次にプロジェクトにおけるコスト削減の今回のインタビューにそんな質問はないはずだが、どういうことでしょう。いや、私がもらったカンペにそんな質問は。パールマンさん、これは生中継です。パールマンが申し上げたいのは、ビジョンがこのプロジェクトにおいて決して不正なコスト削減を行っていないということです。今回の爆破解体にはパールマン直々に現場に向かう。ああ、そうとも。これから工事が行われる場所はホローの近くで、やっぱりトップス財政ユニオン入りを目指す企業はやることが違うね。警報、街道カメラにて何者かが推測、トイレを借りたい、レンタルしたビデオの期限が迫っている。お客さんが来ただけだろ。何よ、変な言い方しちゃって。え、たこのダルマみたいなおっさんを信じちゃダメだ。こいつは、あんたたちドアを開けるならちゃんとニャーって声をかけて。にゃー、いらっしゃいませ。ここは六分街で一番の。お客さん、どんなビデオをお求めですか。新しく。それってどんな映画、面白いの。って違う、そんなことしてる場合じゃないぞ。分かってる、あんたたちはパエトーン。プロ騎士って何。プロ仕様の。あ、待って、警戒しなくていい。私は猫又。ニコには。ニコってどのニコのこと。その人がここ。ジャトヤのニコだって。何でも屋のジャトヤの社長。ほら、あの子の。偽物ってわけじゃなさそう。本当にニコのお友達。さっきのニュースで言ってたとこ、ビジョンのあのおっさんは全員を避難。なぜだろう。よりにもよってこんな時に。探し物だ。依頼したのは私。とにかく人がぎゅうぎゅうで魚の缶詰み。待って、ゆっくり話してよ。うまく。あの中にここ数日の視覚データが保存されてるはずだ。それは難しいと思うな。所有者のニコにしか視覚。ピー。フェアリーなら何か方法を知っているのかも。何か言ったか。ファーリー。あ、いやいや、何の。そのフェアリー。確認、指示の内容ですが。にゃ、
今誰新しくインストールした PC。 ボンプ内部で直近数日間の視覚データを検索中。自分がバカだった。も私がバカだった。フェアリー、あとはよろしくね。ボンプと接続中、視覚データを取得します。取得完了、再生します。お、画面に出たね。どれどれ。あ、うん、ニコと出会った日のだ。止まれ。シルバーヘッドの兄貴。動くな。はいはい、私は動かないわよ。二人とも落ち着きなさ。関ヶ組のお兄さんたち、おかしいと思わないわけ？お宅のボス。だから何だってんだ。だからこれ以上間違ったことに命を懸けるのはや。このアタッシュケースにジャトヤの全財産が入ってる。お見舞い金として半分。中身を確認する。それはこっちでやる。そいつはどうやって開ける。左に4、右に7、カチッて音が開いた証拠よ。ストリートをうろつく時の心得その1このニコの財布からお金を取ろうなんて100。じゃああたし、ストリートをうろつく時の心得その2 さっきの爆発音は力だ。ついてこい。使えねえ野郎が2人やられた。遠くには行ってねえはずだ今。はぁ、もうちょっとでバレるところだった。私を待ち伏せしてたわけじゃないの。その逆、私はあんたと同じ。猫宮マナ、猫股って呼んでくれていいぞ。ジャトヤに依頼を。でもその前にまずはここを。ニコの親分、いつになった。ニコならきっと臨機応変に対応できる。はあ、だよな。店長から金庫の出所調査を頼ま。ところでビリー、本当に風邪をひいたの。ああ、今使ってるオイル寒いと固まるんだ。ゆうべちゃんと服を着ないでオーハニーを見てたんでしょ。ミコ、親分、無事だったのか。今猫股って呼んで。くぅ、さすがニコの親分。あなたが自分からニコに。警戒しなくてもいいわアンビー。猫股が私。そうそう、警戒しなくていいぞ。私もあんたたち数年前、関ヶ組のボスシルバ、それを取り戻すために私は。つまりあんたの家族。ちょっと厄介ね。確かに今、まあ和をもって尊となすって言うじゃな。あの形見すっごく価値のあるものなんだけどな。そ、価値があるですって。ニコ、一言言い、この依頼は危険だと思う。報酬の金額よりも依頼人の。私の誠意は食べ放題のサバよりもずっと多いぞ。そう、でも映画だとこういうタイミングで仲間に。後になって恐ろしい幽霊になったり、体の中。私の体にモンスターなんかいない。いいえ結構よ、それと間違えない。まさかアンビーが猫。うん、また向こうの路地見つけたぞ。
ジャトヤメぶっ殺してやる。お前は。危なかった。まさか関ヶ組のやつが。おお、子猫ちゃんやるじゃねえか。関ヶ組の悪いやつを倒したぞ。ビリー、顎の下をなでなでしてあげて。どうかしらアンビ、これで猫手際がいいし力加減もぴったり。そんなの当たり前でしょ。家族の形見をさ。でもその甲斐あって、私の調査によると関ヶ組は貴重品を全部で、それに偶然3カ所とも最近多発してるホロー災害に巻き込む。うむ、確かに絶好のチャンスね。あんたは関ヶ組の拠点に関する情報を握ってるし、戦闘わかった。私もこれで決まりね。各自準備をす。猫又から連絡が来たわ。ミコ、本当に大丈夫？彼女の戦い方なんだか見覚えが。でも決めるのはミコ。アンビ、お前のその気持ちわかるぜ。何を言ってるのかわからない。何を言ってるのかわからないわ。私がいる限り、あの子猫ちゃんが何を企んでたとしても逃げられやしない。私たちには使命があることを。たとえ猫又と関ヶ組が、わ、その上で悪くない方針。ニコロ親分。ただいま、みんなお待たせ。いえ、まったく。あんたが。そういうことなら今すぐし。ホローに入ったぞ。みんな気をつけろよ。大丈夫、この辺はよく知ってるから。私についてきて。関ヶ組の拠点はもうすぐだ。あとエーテリアスを何体か倒せばすぐに着くぞ。見せてあげる。どうなってんだ。もう数時間は経つってのに、受け取り役はまだ来ねえのか。これ以上待っても来なかったらバックレてやる。第一、組に残されたブスなんざたかが知れてる。たとえエーテリアスがしなかったところで重度侵食体になっちまったら終わりなんだぜ。もう数分だけ待ってみようぜ。昨日もまた3人消えたそうだ。たった1週間で20人も今日。まさかとは思うが、残った間抜けはついに。さあな。うちの組はいっぱい。いつからこんなふぬけになっちまった。それがどうだ、今や抜け殻当然じゃねえか。聞くところによると俺たちが旗揚げ。猫また、うん、あんたのこともう5回は呼んだのよ。家族の形見と関係のある話でもなかったのに、ずいぶんちゃんちゃらおかしな質問だ。私はアンビーこそなん。それはさておき、ニコの親分も聞いてた。もちろんあるぞ。あんな世間知らず。よし、そうときたら金目の。
じゃなくて、いら、ほらほら、受け取り役と。な、何者だ。正義の使者、ここにキャンタ。盗んだ宝を返してもらうぜ。リーリー、余計なこと言ってないで戦いなさい。俺のターンだ、ホキ。すげえだ、これでもクランブケ。ホキ、これでもくらえ。これで終わりだ。あそこに何かある、調べてみよう。でも助けがいるの？ちゃんの出会いた。これは猫股の代理よ。それにしてもあんた硬すぎでしょ。手が痛いじゃない。次からはもっと分厚いセーター。分厚いセーターなんて着たら。それもそうね、やっぱり着なくていいわ。ここはアンビ。猫股、そっちはどう？あったあった。どれどれ、このよ、それ私の箱の中身をかむすっとして嫌そうに探してたのは誰だったやら。あれ、おかしいぞ。それは3人で取ったのよ。今すぐ。もう刀を下ろして、アンビ。ねえ猫股、この拠点はまんべんなく探してみたけど、このまま価値のありそうなもの、そもそもあん、あ、確かに。うん、他の何でも屋になら教えてあげてもいいけど。ちょっとどういう意味？この前口コミブログでジャト屋の評判をよく調べたんだけど、トップ50のコメントは全部依頼の品が壊れた、必要以上のダメージ、なんならもっと。反論の余地もねえな。でも落ち込まなくていいぞ。あ、それにあんたたち口コミブログで見たんだ、シルバーヘッドをホロ…え？ホローにおびき寄せて撃退？そうよ、私たちにかか…あんたは私たちの大事な顧客よ、依頼が…よっしゃー、親分のおごり。うてばった。おお、この間みんなをスターライトナイトのテーマ…わかったよ。だが、これだけは約束してくれ。こん…誘ってくれ…え？なんでだ。確か猫のシリオンは、さっきは恩人って言って悪かったよ、子猫ちゃん。シリオンの変な習性なんてどれもただの噂だ。私は好き嫌いが多くてヒーローものにも興味がない。そう、もう無理。そんなことはいいのよ、今は猫、猫また道や。Let's go!
くなる。ここは本当に赤画組の拠点。見て、地面に何か焼け焦げたものが。帳簿？それって割と大事なもんだろ。ニコの親分なんかちっとも俺。赤画組は今や抜け殻同然。残った組員が過去をきれいさっぱり捨てたいな。とにかく猫股の形見を。私の形見じゃない、家族の形見。二人ともそれくらいにして。ここにさっきの門番たちも言ってたけど、最後の拠点はその近く。ちょっとタンマ、知ってるのかニコロ。もうニュースで見たことくらいあるでしょ。ここ最近ビジョンは。ああ思い出したぜ、確かそこに妖警戒エーテリアス。ねえ、その通りよ。デッドエンドブッチャーっていうエーテリアスを殲滅してフォローを縮めることで爆破エリアへの安全なルートを確保。でも予想以上にそいつが強かったから、仕方なく猫また妖警戒のエーテリアスがいるフォローに行くなんて。もちろん手付金は返す。にゃん、持ち前の知恵と勇気で赤画組を壊滅に追い込んだ。あの神器を重んじるジャトヤの。いやー、赤画組を壊滅に追い込んだなんて。けどそんなジャトヤもデッドエンドブッチャーの悪でも大丈夫。私の家族の形見はすっごく価値があるから、早速口コミブログのオフライン版を。待ちなさいよ。別に私が言いたいのはね、ハイリスクの仕事ならもっと専門的な子。ああ、追加料金が欲しいってこと？それを早く言ってよ。オッケー、取引。ニコの親分、そんなか。バカね、私たちはあくまでも物探しに行くだけで、あのエーテリアスと決闘しに行くわけじゃないのよ。何がデッドエンドハローよ。クライアントが本当？やった。何がデッドエンドハローよ。クライアントがご所望なのよ。明日に。本当？やったー。猫をかぶってる自分を見るのが。あのニャってわざとだったの？いやいや、猫のシリオンはみんなこんな感じだ。ニャー。状況は大体わかったよ。あんたは今日ニコたちと赤画組。そう、それからもいろいろあって、とにかくニコたちは今。マスター、ただいまニュースチャンネルにて今回の依頼に関連。速報です。生中継でお送りいたします。まもなくビジョン情報によると、この無人列車は自動運転モードで走行し、列車が到着し次第現場の監視拠点に控えているパールマンさんは爆破解体の準備が整ったことを確認してから技術スタッフとともに。まずい、最後の列車がもう発車しちゃう。視覚記録の続きを見てる時間はないぞ。なんとかして爆発を阻止しないと。どうやって？みんなの前で列車を止めちゃったりなんかしたら、その場で治安。事態を通報するのが一番だけど、ニコたちがホローレイダーをやってることもバレる。提案、いっそ。そっか、外から直接ホローの中の。フェアリー、列車の位置をリアルタイムで把握できる？可能。目標車両までの安全な。よし、今回は緊急事態だ。デッドエン。にゃ。
もしもし、お兄ちゃん。もうすごい。直接フォローの中と通信できるプロ騎士なんて。悪い気はしないけど、今は列車。大丈夫。私たちの目標は爆薬を積んだビジョンの無人列車。自動運転モードの列車はコンピューターが。そして列車がトンネルに入って減速し始めたら、私。それから列車を。うん。お兄ちゃんは列車のメンテナンスハッチから中に潜入して運転室。残念だけど、デッドエンドブッチャーの具体的な位置は。了解。じゃあ、こ制御室までのルート情報を同期中。こちらからお入りくだ。よし、早く列車の進路を変えに行くぞ。フォローエリアの活性が変化してる。みんな気をつけてね。この異変で列車が遅れてくれるといいけど。待って、この振動やけに近くない？警告、極めて危険な個体を検出。直ちに回避してください。うわ、ビリーが言ってた化け物だ。よう警戒エーテリアス、すごい迫力。線路の制御を掌握しました。列車はマークされた地点から本エリアに進入します。エリア内には減速装置が一つ存在します。列車を減速させ、その隙に乗車することをおすすめします。わかった、早速始めよう。ヒント、おもしでスイッチを押さえることが可能です。またデッドエンドブッチャーか。うん、列車が来たみたい。早くしないと間に合わなくな。岩はそこに置いといてくれたらいいから。岩はそこに置いといてくれたらいいから。岩はそこに置いといてくれたらいいから。マスター、前方計画通りに列車を阻止するに。マスターは小柄で依頼人は名前に。
この電車は一体。猫又、あんたたちの進路は間違ってないよ。見た感じこの車両は外的な力で破壊されてる。多分エーテリアスに投げられたんだと思う。にゃあ、恐ろしい罰。次の目的地は車両の向こう側だけ。私だけならギリギリ下をくぐっていけるかもしれないけど、ボンプを連れていくのは無理。し、あの、今誰か喋った？電車さん、私たち急いでるの。ちょっとだ。お願いだ。で、もうお兄ちゃんまで向こうの。あの、皆様はホロー調査協会。どうしたんだい？待って、私たちが教会の人間かどうかより、まずは。そうなんですか？ごめんなさい。私はカリン。家事代行。星座は双子座。血液型は RH-。 好き。そんなに細かく紹介してくれなくても。ついさっき危険なエーテリアスを避けて。私はキャロットデータを所持していなくて、どうかフォローで道に迷った。それにしても家事代行の人なんかがどうする？助けたくってもまず向こう側に行け。あの勝手に聞き耳を立てちゃって。もし私がお二人を車両のこちらが。いや、私たちが。だいたいそんな感じです。下から来るのか。ん、いや、気をつけて。大丈夫？はどう思う？この子が電車を。まあ、うん、私もお兄ちゃんと同意見だよ。彼女を出口に。カリンちゃん、私たち。あ、はい。よし、それじゃあ先。戦闘の方もよろしく。カリンちゃん、余計なおしゃべりはなしって言ったけど、別に一言も喋っちゃダメとは言ってないぞ。そうだったのですか？すみません、勘違いしていました。出すのを手伝ってくれる？これでスイッチを押さえたいの。こちらの大きなお方でしょうか。わかりました。ドアの情報を解析しました。
残念ながら。指定された額のギアコインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。よいしょ。え、一人で持ち上げちゃった。なんか妙じゃないか。マスター、線路のルートを再構築しました。よし、ついでにカリンを出口まで送っちゃおう。カリンちゃんみたいにすごいの？え、私なんかよりよっぽどすごい人たちばかりです。チェーンソーメイドより？ちょっと想像できないぞ。注意、半径100メートル以内にフォローの出口を確認。ん？バイト？カリン、前方に出口。あ、本当ですか？出口が見つかったんですね。本当にありがとう。それはお互い様だぞ。カリンちゃんのチェッスのボンプのフォロー調査員様には、よろしければ
お二人のお名前。お礼に？さぞか。にゃ、本気？私の時は散々警戒してたくせに。どうやらあまりよろしくないようですね。あとは列車の到着を待つだけだね。速度がどんどん落ちてるぞ。違う、ここはいつもの路線じゃない。総員、警戒態勢。チャンス、みんな行くよ。マスター、プロ騎士、今だ。気をつけてください、マスター。お尻を列車のルーフにしたたかに。この体、思ってたより不便だな。落ち込まないでください。マスターの血縁者は、この姿。普段は可愛くなくて悪かったね。この列車のメンテナンスハッチは、液体のような猫股でさえ通り、今や、熟練の忍者がスイカを、さて、王よ。運転室に向かい、体感式を終えて。はいはい。緊急停止ボタンを押せば任務は完了。ちめんどくせえな。任務とはいえこんな格好をしなきゃ。少しは我慢しろよ。俺だって靴が合わなくて。おい、列車がルートを外れてると隊長が言ってるぞ。ん？この列車に積まれているのは爆薬だけじゃない。ニュースではそんなこと言ってなかったのに。ああ、隊長、上から喋るボンプが落ちてきたのですが、パールマン長官に引き渡しますか。せりゃ、何事だ。こっちだ。ここは私に任せて先に戻って。キャロットがあるから大丈夫。あと、お兄ちゃん聞こえる？一体何があった。何かがおかしい。今から店に戻る。お兄ちゃん、お帰りな。お兄ちゃんは休んでて。猫股から連絡。うんうん、多分まだホローの中にいると思う。でも悪い知らせばかりじゃないよ。さっきニュースで言ってたの。技術的な要因か。そうだね。ビジョンは列車がルートを外れたことに気が。一番怪しいのは爆薬を積んだ無人列車って言ってたのに、中は武装した兵士でいっぱい。治安局っぽかったけど、任務でこんな格好をとか、靴が合わない。それに猫股はまだ何かを隠してる。でも今くらいはそのことを考え。ボンプと接続して疲れたでしょ。